宇部駅着きましたけど、作戦大成功ですね。ちょうどアクセスよく宇部新川行きのこっち側からね行くやつがあるんで、これが52分出て、で8時ちょうどぐらいに着く計算らしいです。なんであそこ8時2分に出る電車より絶対早い。せー、これは大成功かもしれない。よし、渡って、よいしょ。もっと買いが足取りが。でこれが宇部線か、同じ黄色の電車ですけど2両編成で、あ、この顔なんだ。へえ、ちょついたー、宇部新川ってことでね。あれはあれでなんか上に行くんだ、変わった作りの、これは何、切り離しでもするの、作業中。あんな初めて見た。でこれ階層になるんだ。こんな感じなんですね。で、するのかな、これ来たもんな。ちょっと足見てみよう。あれも、あ、塗装か、こっちか。読めない、古いぞこれ。明治、明治23年、この前のと半田駅のやつと並ぶぐらい古いじゃないですか、すげえ。これはこれでまた上の方に行く電車なんですね。なんかいろんな方面に行くから面白いですね。で2日にまだいいです。もう1日じゃない、2日残ってんだ。で、あ、ここは券売機クラスもあって、ここがややこしいですね。これですね、小野田線で、小野田線は小野田線でまあ少ないんだ。こんな感じで、あ、これだったらいいな、6時40分だったら長門本山行くやつがあるんで、これ1日1本しかねえか、これで行くしかねえな。すげえな、6時40分は早いな。うわー、これあら、この駅舎も相当歴史ある感じがしますよね。へえ、すごい。どっかに試算表ないかな。結構古くからある感じでしょうね。そういうこと竹豊線とかそんな感じでしょう。これはす
坂だって昔の企画のやつだもんな。薄いもんな。へえ。でエヴァなんだ。なんでエヴァ、なしでエヴァった。うん、宇部っていうとなんだろうな、うちのパッと思いつくのはあの声優の原田瞳さんの出身地だなっていう、ダチャンのところっていうイメージぐらいですけど。で松島町商店街とかになってます。こっちの方にもいろいろあるのかな。でとりあえずまた南の方に向かって海の方向かって国道に出て、そこから東の方に歩いていくとあるらしいんですわ。めちゃくちゃなんかデジャブを感じるんですけど、24時間前も同じようなことを言ってたような気がするんですけどね。ここが松島町商店街で、お酒のフロンティア酒屋もあるんや。九州料理もあるし、まあもう九州はそっか、目と鼻の先だもんな。ここまで来たら、そっか、ここまで来たら下手すりゃあっち行くよりも広島行くよりもこあっちか、福岡行った方が近いのか。それぐらいだもんね。こんなところ。あ、テントいいな。何時までやってる？零時三時、あ、夜中までやってんだ。ちょっと。宿確保してから来るのもありだな。え、これは国道じゃないのか、もっと奥に国道があるみたいだけど、まあ、ここをまっすぐ行ってもなんかそっちの方面行けそうなんで、ここは新川駅前商店街。こっちはタクシープリウスなんや。これ変わればですね、わら焼きとか、こんなところ、ちょっと入ったところにも飲み屋さんいっぱいあるわ。宇部駅よりも、宇部駅がもうちょっとパッと乗り換えてすぐ行っちゃったんであれですけど、宇部駅よりもどっちかというとこっちの方のが商店街とかも多いし、中心部になってんのかな。ラウンジもある。弁当安いの、400円って安いけど、何屋さんなの。フリーダムすぎるやろ。カラオケエコ割プランでお弁当400円、意味が分からん。昼定食もやっているけどフリーダムだ、よく分からん。ドリンクバーもある、弁当400円、よく分からん。もうだいぶフリーだもんね。何だってもんなのこれ。美術研究所、アーティスティックだったんだ。あぶね。モダン焼きの道なんてあんだね、こっち。で
ったらいい方が良さそうかな。こっちかな。暗いね。何撮ったのかよく分かりませんけどね。あ、でも本当居酒屋、飲み屋さんって言ってますね。いいね、こういうところね。なんか私ね、一人で居酒屋案外苦手なんですよね。行きつけの店とかあったらね、また変わってくるんでしょうけどね。あまり外、昔から外で飲まないんですよね。部屋飲みが、家飲みが非常に多いんで、なんか行きつけってなるような店が作れなくて、だから一人で行くようなことはね、なかったですね。一宮におるときはね、飲むメンツが揃ってたんで、よ、それこそドラえもんとか、一宮の人しか分からんけど、アブリッジョとかドラえもんとかあんなたり飲んでましたけどね。で、話をね、たまたま、今のね、四日市の人に話しとったら、実は一宮で昔仕事しとった人で、めちゃくちゃ同じとこで飲んどったっていうね、こととか言いましたけど、これのに、なんだこれ、なんなの、入っていいの、なんのスペースなんだ、アーケードみたいになってるけど、ホールみたいになってる。イベントでもできるのかなみたいになってまして、面白い。あ、でもこっちはこっちでアーケード商店街になってんの。あ、アーケードだ。なるほどね。あ、こっちもアーケード。ちょっと足元だけ気をつけないと、マジで暗い。走っとったら出てくるのかな。すげえ、スラックとかもある。で、これがその国道なんかな。あ、食べ物屋さんもいっぱいある。ココイチかな、それは。おほほ。そこは、あ、ウベケミカルだ。実はたまたまなんですけど、この前買ったサランラップみたい。サランラップじゃないよ、サランラップはあのこういう名詞だ。ラップがあのウベって書いてあって、ウベケミカルってなってましたね。業務用ラップですね。普段はねダイヤラップ、買うことが多いんですけど、まあ言うて、あのそれこそ三菱ケミカルのねあれですからね、ダイヤラップは。よく書いてあれなんでね。だから作ってるのも石油化学のあれかな。プラントが結構三菱ケミカルとかで見るようなプラントが見えますもんね。懐かしいな。三菱ケミカルは中ずっと配ってましたんでね。これはどういう構造？向こうからは来る。ワンウェイなんだ。で、今度こっちが着く。で、これが快活だね。あ、全く一緒じゃなくて向こう側ですよね。あ、結構混んでそうだけど大丈夫かな。あ、でもこのね、歩いた距離で会ってくれるのは非常にありがたいですね。バームクーヘン専門店。
へー。